ふむ。まだ横くんは来ていないようだな。一体どこをほっつき歩いているのやら。ドタ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 。この足音は誰の足音？陽子。陽子くんだな。バッチリだ。何のことです？いや、こっちのことだ。それにしても陽子くん、やっと来たか。やっと来たかじゃないですよ。私がどれだけ先生を探したと思っているんですか。しかし時間になっても来なかった陽子くんにも問題があるぞ。そんなことよりも、そうだな、実は重要な話があって呼んだんだが。クイズで勝負です。おとなしく負けてくださいね。やっぱりか。さあ行きますよ。陽子様クイズ全7問スタートですよ。陽子様。第1問、先生の年齢は何歳でしょう。神宮寺の年齢は32歳。32歳だな。ちぃちぃって正解です。だって自分の年齢だしなんで怒るんだ。怒ってませんよ。ん？第2問、今泉さんの誕生日はいつでしょう。今泉の誕生日は、今泉はね、6月13日。6月13日だ。ちぃ、正解です。なあ陽子くん、何ですか。いや何でもない。今は真剣勝負の真っ只中です。死後現金に決まってるでしょ。すまん。なんだかわからんが、俺が正解すると陽子くんが怒るのか。第3問、三好さんの血液型は何でしょう。三好の血液型はなんか AB っぽいけどね。 A 型なんだってさ。 A 型だ。ちぃ、正解です。第4問、今泉さんの身長は何センチでしょう。今泉の身長は何センチ。180センチ。180センチだ。ちぃ、正解です。第5問、熊野さんの年齢は何歳でしょう。熊野の年齢は56歳。56歳だな。ちぃ、正解です。第6問、三好さんの誕生日はいつでしょう。三好の誕生日はね、クリスマスイブなんだよ。12月24日だ。ちぃ、正解です。第7問、熊野さんの身長は何センチ。熊野の身長は何センチ。これ知らないな私。170センチ。170センチだな。ちぃ、正解です。今のが最後の問題ですね。先生の正解数は7問中7問正解でした。嘘、全問正解ですか。ふ、そんな私が負けるなんて。
はっはっは。やっぱり俺の勝ちだったな。しかし、なぜ俺にクイズを挑んできたんだ？俺には理由がさっぱりわからないのだが。あれ？先生は聞いていないんですか？今日は謎事件が。おめでとうおめでとうおめでとうグオーおめでとうおめでとうシャー。誰だ？うお、一体何なんだ？神宮寺さん、さすがですね。でもやっぱり現状維持でしたね。そうじゃのう。わしも神宮寺君にはかなわなかった。大丈夫ですよ。熊蔵が勝つなんて誰も期待していませんでしたから。ふも、なんじゃと？まあまあ、最後なんですから喧嘩やめてくださいよ。ん？最後とは？なんじゃ、知らんかったのか？今回で謎事件は最後なんですよ。え、そうなの？ちょっと待て。そんなことは初耳だぞ。そう言われてももう決まっちゃってますしね。俺の活躍はこれで終わりだというのか。まあまあ、そう気を落とさずに。だいたいなんで主役の俺に知らされていなかったんだ？みんな神宮寺さんなら知っていると思ったんですよ。むむむ。だが最後がなんでクイズなんだ？それは真の主役を決める必要があったからですよ。普通に推理対決をやったら先生か熊野さんのどちらかが勝っちゃうじゃないですか。そうだな、確実に俺が勝つだろうな。いや神宮寺君、わしが勝っておるだろう。どうかな。いや絶対にわしの勝ちじゃよ。熊蔵、話を進めてください。神宮寺さんも突っかからないでください。うむ。ちょっと待って、なぜ神宮寺君だけさん付けなんじゃ。まったく何を言ってるんですか。熊蔵をなぜさん付けで呼ばなければいけないんです。熊蔵の分際でちょっといい気になってませんか。不毛。それでは話を戻して、推理対決では平等ではない。かといって力で勝負を決めると陽子さんの勝ちに決まっているでしょ。確かにな。だからクイズなんですよ。クイズなら全員勝てる可能性があり、なおかつ主役としての実力も測れるでしょ。そうか、いいですか。クイズに必要なのは冷静な判断力と実行力、そして運です。これは主役として必要な要素ですよ。言われてみればそんな気もしないでもないが。それでの、神宮寺君に勝った者が謎事件の真の主役になることができる。だからみんな神宮寺君に勝負を挑んだのじゃ。そうだったのか。しかし俺が負けたら本当に主役を下ろされていたのか。当然です、当然ですよ、当然です、当然じゃ、当然です。そうか。ま、負けなくてよかったな。さあ先生、泣いても笑ってもこれで最後ですよ。そうだな。最後までプレイしてくれたみんなには本当に感謝する。ここまでたどり着けたのもみんなの協力のおかげだからな。
本当にありがとう。それではまた会う日まで。達者でのありがとうございました。私の出番ももっと欲しかったですね。皆さんお元気で、またお会いしましょう。See you in next trouble. クイズ成功エンド。おわ。ちょっと待って。ふう。なんとか間に合った。おめでとうございます。全問正解ですよ。しかも1回でなんてすごすぎますよ。今回のあなたのランクは名探偵ランクです。判断力、実行力、運。あなたは探偵としての能力が十分備わっています。新宿歌舞伎町に事務所を構え、探偵として活躍するのも夢じゃないかも。終わり。はい、それでは2周目です。序盤からね、選択肢が出てきました。この5人の計画は新宿連続クイズ事件にするとさっきの1周目と同じになってしまうので、今回は NFP を選択します。これはなんだ。それでは早速行動に移りましょう。皆さんは準備をお願いしますね。ああ、任せてくれ。任せてください。ええ、任せてください。わかりました。それでは。謎実験ファイナルプロジェクト。通称 NFP、スタートです。ふむ。何かが終わるってことは寂しいものだな。俺の名は神宮寺三郎。新宿歌舞伎町に事務所を構える探偵だ。これまで北から南まで旅先の様々な場所で事件を解決してきた。だが、先生。ん？陽子くんか。彼女の名前は美園陽子。俺の探偵事務所で助手をしている。彼女のおかげでひどい目にもあったが、別段悪いことばかりでもなかったな。ちょっと散歩にでも行きませんか？おかしい。いつもの陽子くんなら無理やり引きずってでも俺を連れて行こうとするんだが。どうしたんですか、先生。いや、なんでもないさ。それより散歩だったな。どこまで行くんだ？散歩なんですから目的地なんてありませんよ。そんなことより早く行きましょうよ。そうだな。今日は天気もいいし、行くとするか。はい。さて、どこへ行こうか。じゃあ、上から行こうか。中央公園に行ってみます。中央公園の方へ行ってみるか。ここは中央公園ですね。デートにも見えなくもない。ああ、やはり散歩といえば公園だからな。都会のオアシスって感じですね。あれ、神宮寺さんと陽子さんじゃないですか。三好か。なんでこんなとこにいんの。三好志保。ヨドバシ署の鑑識課に勤めている鑑識官だ。趣味は変わったもの集めと鑑識らしい。鑑識の腕は超一流だが、怒らせたら何をされるかわからない。
と聞いたことがある。誰から？怪しげな薬品を持っているという話だが。今日は二人揃ってお散歩ですか？ああ、今日は天気がいいからな。そういう三好はどうしたんだ？え、私ですか？私は、この話、他の人には言わないでくださいね。ああ、大丈夫だ。なんでしょう。今日は天気がいいので、外で書類整理をしようと思って。謎事件の最重要機密資料を持ってきちゃったんですよ。大丈夫なのか？だから内緒にしておいてほしいんですよ。ああ、誰にも言わないさ。なあ、陽子くん。一つ条件があります。少しだけ私たちにも見せてもらえますか？わかりました。でもちょっとだけですよ。やった。確かに俺も少し気になっていたが。さて、どうする？どうする？三好と話してみよう。そういえば三好はいつ謎事件に出たんだったかな？私はまだ今回で2回目なんですよね。初めに出たのがシグレソー密室殺人事件の時ですね。確か熊野さんが解決した事件ですよね。でも本当は私の作った薬が効いたからなんですよ。三好が作った。あの時事件の捜査に行くのに熊野さんを誘ったんですよ。でも熊野さんは夜勤明けで疲れているので行きたくないとか言って、そこで私の作った薬を無理やり飲んでもらって現場まで連れて行ったんです。なるほど。熊さん、よく無事だったな。先生も体調崩したら三好さんに薬を作ってもらうといいかもしれませんね。それはいいですね。私もちょうど新しい薬の実験に付き合ってくれる頑丈な人を探していたんですよ。頑丈さなら先生は大丈夫ですね。頼むからそれだけは勘弁してくれ。それは残念ですね。どうする？機密資料を見てみます。さっきの資料見せてくれないか？ええ、でも内緒ですよ。謎事件ヒストリーか。どのデータを見る？上から見ようか。人物リスト、人物リストを見てみよう。謎の事件簿シリーズに登場した人物リストです。どれを見る？すごいな、なんかいろいろあるけど、すべてまとめて見てみようか。じゃあこれを選びます。ゲストデータパート1。ああ、早い早い、勝手に送られちゃうな。これ読めないのでご覧ください。
はい、なんかどん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 文字が出てきたので読めなかったんですけども、じゃあ次こっちやってみようか。被害者たち前編、謎事件の被害者たち前編を見てみよう。謎の事件簿で被害者となった、はい、読めない冥福をお祈りしますって被害者たち後編、まあ多分同じ感じなんだろうね。謎付けの被害者たち後編を見てみよう。どのデータを見る？じゃあ最後にこの丸日っていうのを見てみます。なんだこの丸日というのは。ああ神宮寺さん見つけてしまいましたね。合言葉は SNAK ですよ。それはもしかして、もしかしてのもしかしてです。どのデータを見る？もういいか。じゃあ見るのをやめる。無料言ってすまないな。いえいえ。内緒にしてくれれば構いませんよ。どうする？じゃあ移動しよう。移動。それじゃあ俺たちはそろそろ失礼しようかな。はい。私はまだしばらくここにいるので、何かあればまた来てくださいね。ああ、そうさせてもらうよ。さて、どこへ行こうか。どこへ行こうか。じゃあ今度はヨドバシに行きます。ヨドバシの方へ行ってみるか。ここはヨドバシですね。なんだか忙しそうだな。何か事件でもあったのかな？この辺も物騒ですからね。おお、神宮寺くん、それに陽子くんもか。あら、熊野さん。熊野さんぞ。警視庁淀橋署のベテラン警部だ。新宿から犯罪をなくすことが目的だと言っていたな。今日は二人揃ってどうしたんじゃ？いや、散歩の途中でちょっと寄っただけさ。この陽気に散歩とは羨ましいの。わしも一緒に行こうかの。熊蔵はまだ仕事中じゃないんですか？なあに、ほんの冗談じゃよ。本当に冗談ならいいのですけど。熊野さんの知り合いですか？知り合いといえば知り合いじゃな。湯煙温泉殺人事件の時に現場にいた警官での、その時に一緒に捜査したんじゃよ。私としては熊ごときに協力してもらうのは不服でしたが、熊蔵がどうしてもというので。わしは人間じゃと言っておるだろう。そうでした、今は人間でしたね。今はじゃなく、わしは昔から人間じゃ。まあ熊蔵のことは放っておきましょう。こら、まだ話は終わっとらんぞ。それであなたが神宮寺さんですか？ああそうだ、私の名前は花手志河原太郎左衛門と申します。なんというか、
長田らしくて覚えにくい名前ですね。陽子くん、ストレートだな。この名前の素晴らしさがわからないとは。噂の探偵も大したことなさそうですね。それは探偵と何か関係あるのだろうか。さて、噂の探偵の顔もバッチリ見ましたし、私は先に戻ります。熊蔵もあまりサボってないで早く仕事に戻ってください。ああ、大丈夫じゃ。わしもすぐに仕事に戻るぞ。それでは失礼します。クマさんも大変そうだな。なに、あいつもすぐに帰るようじゃし、あの頃振り返ってというのもいいじゃろ。その事件のことも詳しく聞いてみたいな。それは今度飲む時にでも話すことにしよう。さて、わしも仕事に戻ることにするかの。ああ、邪魔して悪かった。なに、休憩も必要じゃからな。それではの。さて、私たちも散歩を続けましょうか。ああ、そうだな。さて、どこへ行こうか。どこへ行こうか、歌舞伎町。歌舞伎町の方へ行ってみようか。歌舞伎町はいつ来てもにぎわってますよね。はは、確かにな。あれ、神宮寺さんに陽子さん？こんなところでどうしたんです？今泉直久、新宿一帯を裏で仕切る関東明治組の若頭だ。昔気質のヤクザで義理には厚い。一般人に迷惑をかけるようなことを嫌っている。俺たちはちょっと散歩でな。そういう今泉こそどうしたんだ？私もちょっと散歩に出てきたんですがね、なんだかこの辺を歩いているとあの事件を思い出しましてね。今泉名探偵事件のことか？ええ、あの時は厄介でしたからね。子供相手じゃ大変だったろうな。それってどんな事件なんですか？あれ、陽子さんはあの場にいましたよね。そうでしたっけ？そうですよ。犯人を突き飛ばしたのを忘れたんですか？私が犯人を？今泉さんの気のせいじゃない？事件のことを聞けばきっと思い出しますよ。あの事件が起こったのは私がこの辺を歩いていた時です。ひったくりにあったって女の子に会いましてね。手がかりをもとに犯人の特徴を推理しまして、うちの若いもんに探させたんですよ。それで犯人に急を据えていたところ、陽子さんがスペシャルモンブランがどうとか叫びながら走ってきたんですよ。そのまま犯人とぶつかり、空に吸い込まれるように消えていきました。その後、犯人がどうなったかは。さすが陽子くんだ。きっとモンブランのことで頭がいっぱいだったんだろうな。違いますよ。モンブランじゃなく、スペシャルモンブランです。あまり変わらんだろう。先生は私がモンブラン程度で心を動かされるような、そんな安い女だと思っていたんですか？スペシャルモンブランは安くないのか。結果的に犯人を懲らしめることができたんで、陽子さんには感謝してますよ。それならお礼はスペシャルモンブランで勘弁してあげますよ。ははは、余計なことを言ってしまいましたかね。
忘れていてももらえるものはちゃっかりだな。横くんらしいが。先生、何か言いたそうですね。いや、何でもないさ。それでは私はこの辺で失礼します。それでは神宮寺さん、陽子さん、今泉さん、スペシャルモンブランお願いしますよ。さて、私たちも行きますか。ああ、そうだな。さて、どこ行こうかな。どこ行こうか、事務所に戻ろう。陽子くん、そろそろ事務所へ戻らないか。そうですね、戻りましょうか。ふう、さすがに少し歩き疲れたかな。そうですね、今日はゆっくり休むと。どうしたんですか。事務所に誰かいるな。え、どうやら複数の人物がいるようだが、どうするか。どうする？そっと様子を見てみようか。まずは少し様子を見てみよう。そっと。先生、私も見たいです。陽子くん、待って。押さないでくれ。これは。おお、神宮寺くん、やっと来たの。神宮寺さん、お待ちしてました。シャー、ゴー、フォーフォーフォー。神宮寺殿、ちと遅っ。まったく、ずっと二人でお散歩してたんですか？そうか。謎の事件簿も今回で最後。それでみんなを集めて最終回か。あら、先生、知ってたんですか。まあ、俺も主人公だしな。それもそうですね。しかし、今回で本当に終わりなのか。ほら、先生、そんな締めっぽい顔しないで。今日はパーッと盛り上がりましょう。そうですよ、神宮寺さん、そのためにみんな集まったんですよ。ああ、そうだな。これで一旦は終わりだが、きっとまた復活できるさ。それではまた会う日まで。またね、いつか必ず。またね、またな。しばしお別れじゃ。ワン NFP エンド。はい、ありがとうございました。謎の事件簿新宿連続クイズ事件はこれにて終了です。謎の事件簿これで終わりなのかね。どうなんだろうか。ちょっと私はこの後の作品をやってないのでわからないんですけど。はい、では次回はですね、またあの別のお話が出てますので、そちらをやっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。